8月31日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。戦況図が更新されておらず、昨日と同じ戦況図となりますが、情報は最新のものでお伝えします。まずは全体的な事柄から。ロシア軍は、守りの固いスラビャンスク東側よりも、バフムトとドネツク方向をターゲットに絞った模様です。ロシアは、9月に住民投票を実施して、占領した領土を併合し、ロシアの領土とすることで、ロシア領土への攻撃に対しては、核攻撃も辞さないとしている従来のロシアの主張の範疇に、占領地を入れようと企んでいます。バフムトは周辺一帯が要塞化されており、ロシア軍に残された戦力で、これを落とすのは極めて困難と思いますが、政治的な要求が強いので、戦力的に難しい中、ロシア軍は攻撃を実行に移さざるを得ず、今も戦闘が続いています。今後、さらに戦闘が激化する可能性が高いですが、バフムト攻略が成功する可能性は極めて低いと思われます。ドネツク方面では、住民投票の件もそうですが、ドネツク市一帯がウクライナ軍砲兵の射程内に入っているため、ドネツク市街をウクライナ軍砲兵の射程外にするため、占領地を広げる目的で侵攻が開始された模様です。そのため、今後、さらに攻撃が激化するのは確実とみられ、ウクライナ政府もドネツク州からの退去を住民に指示しています。ロシア軍は重要な地域に民間軍事会社ワグナーの部隊とスペツナズ特殊部隊を投入しており、砲兵の支援が少ない状況でもウクライナ軍陣地を攻撃できるこれらの部隊をバフムト地域の攻略のため最前線に送った可能性が高いです。具体的にはスペツナズをバフムト東側、ワグナーをバフムト南東側に投入していると推定されており、バフムトの南東ノボルハンスク攻防戦やセミヒリア攻防戦では、ワグナー部隊が参加しているのが確認されています。ワグナーの部隊は、ロシア軍の特殊部隊出身者らを主に採用しているので、能力が高く、その上に、高額な報酬やボーナスが約束されているので、戦意も高く、ウクライナ軍にとっては危険な部隊です。スペツナズは、空挺軍のものと、GRU、ロシア連邦軍参謀本部情報総局直轄の部隊が有名ですが、国家親衛隊や FSB、連邦保安庁などの他の機関にも存在します。ただ、国家親衛隊や FSB の部隊は、警察特殊部隊としての性格が強いので、準軍事的な作戦である、敵陣地の攻略などには不向きであり、主に空挺軍と GRU の部隊が投入されていると思われます。特殊部隊は、装備、練度、技能も士気も高い部隊で、通常の部隊が相手にするのは難易度が高く、そのため、バフムト東側では、ウクライナ軍も特殊部隊を投入したという情報が流れていますが、特殊部隊の動きは、なかなか公表されないので、現時点で確認は取れていません。ウクライナ軍特殊部隊と GRU のスペツナズは、2014年以降、幾度となく戦っているので、因縁の対決となりつつあります。それでは各地域の戦況です。東部ハルキウ方面で、ロシア軍は地上攻撃を実施せず、ハルキウ市の北側、北東側と南東で、小規模な砲撃を実施しました。この日も、S-300 地対空ミサイルを地上に向けて5発発射した模様です。地対空ミサイルですので、座標の指示はできるとしても、精密誘導は難しいでしょうし、何より、作薬量が対地ミサイルに比べると少ないので、軍事目標に対しては、あまり効果があるようには思えません。ただし、燃料をたっぷり積んでいるので、火災も起きるでしょうから、
市街に向けて撃ち込んで無差別攻撃に使うなら使えるでしょう。ですので、ロシア軍は相変わらず市街に無差別攻撃を行っています。ロシア軍はハルキウ、スラビャンスク方面での攻撃に必要な物資を前線から100キロメートル以上離れたロシア領内ベルゴロド州ウラゾボに集積している模様で、衛星写真で確認されたようです。ロシア軍はウラゾボから鉄道や道路で南のクピャンスクを経由して東、西、南に物資を供給できる体制を強化しています。東部スラビャンスク方面北西側でロシア軍はイジューム南西への攻撃を進めており、ウクライナ軍は先手を打ってブラジフカ方向に攻撃をかけています。一時的にウクライナ軍がブラジフカを奪回し、その後ロシア軍に奪い返されたと見られていましたが、どうやらブラジフカはウクライナ軍が奪回して保持していた模様です。ロシア軍は30日もブラジフカとデミトリフカに攻撃を行いましたが、いずれの攻撃もウクライナ軍により撃退されています。ロシア軍は他に地上攻撃を行わず、マザリフカ、クラスノピリア、ドリナに砲撃を行ったとウクライナ軍参謀本部は発表していますが、ボホロディクネについては触れませんでした。よってボホロディクネの状況は本日も不明です。東部スラビャンスク方面東側では30日は地上戦闘はなかった模様で、ロシア軍はバフムト方面の攻略を優先している可能性が高いです。バフムトを落とせば守りの堅いスラビャンスク東側はほっといて南側からスラビャンスクを攻撃できるので、ロシア軍はそれを狙っている可能性が高いです。東部バフムト方面東側ではバフムツク方向に攻撃が続いており、冒頭でも触れましたが、この地域にロシア軍、ウクライナ軍双方とも特殊部隊を送り込んだ可能性が高いです。ロシア軍としては砲兵の支援が十分に行えない状況では、機甲部隊の突入という従来の方法では損害が増すばかりと考えているでしょう。特殊部隊を送り込んで陣地の一角に密かに接近して奪取し、そこを短所として近接戦闘で陣地全体を攻略するような作戦なのかもしれません。特殊部隊を投入したということはそういうことなのだと思うのですが、これは近藤の想像です。バフムトの東北東にあるポクロフスクでは市街戦が続いている模様で、こちらはかなり激しい市街戦となっている模様です。昼夜問わず戦闘が行われているようです。東部バフムト方面南東側、ベルシナでは市街の東をロシア軍、西をウクライナ軍が確保しており、こちらも市街戦が続いています。ロシア軍はセミフリアに北東、東、南の3方向から攻撃を仕掛けており、こちらも戦闘は継続中で激戦となっています。ロシア軍は他にもドロマイトから西にウクライナ軍前線の背後に進もうとしましたが、ウクライナ軍により阻止され撃退されました。この地域で3月から頑張り続けたウクライナ軍の第30機械化旅団はやっと後方に下がりました。本当にお疲れ様でした。今は7月になって到着した第72機械化旅団とウクライナ人義勇兵大隊が防衛を引き継いでいます。東部ドネツク方面でロシア軍はノボセリフカドゥルハから
さらに西に進もうとしたようですが、これはウクライナ軍によって撃退されています。ピスキーでもロシア軍の攻撃がありましたが撃退されています。ロシア軍は堅牢なアウディーユカの要塞を正面から攻撃するのを諦め、ノボセリフカドゥルハとピスキー方向から包囲しようとしているようですが、今のところこの試みはうまくいっていません。他にもロシア軍はクラスノホリフカ、マリンカ、パブリフカに地上攻撃を実施しましたが、ウクライナ軍により撃退されています。南部ザボリージャ方面では大きな動きはありませんでしたが、ウクライナ軍は引き続き活発な偵察活動を行っており、ロシア軍の配備状況を確認しながらじわじわと前線を南に下げています。この方面のロシア軍はヘルソン方面の防衛に引き抜かれている可能性が高いので、チャンスだとは思います。南部ヘルソン方面では引き続き情報統制が行われており、詳細な情報が入ってきていません。ウクライナ軍の発表によれば、ウクライナ軍は橋頭保内のビロホリフカに対するロシア軍の攻撃を事前に察知して、ロシア軍集結地に先制砲撃を行い、ロシア軍の攻撃を事前に阻止したと発表しています。ロシア軍が集結しているところにハイマースカ M270 が対装甲車両用のクラスター弾頭装備のロケット弾で攻撃したのかもしれません。いずれにしてもロシア軍機構部隊の集結地を攻撃して、攻撃の意図そのものをくじいたのは大きな成果だと思います。民間の衛星写真を分析した ISW の報告によると、ロシア軍はドニエプル川西側占領地への唯一の地上連絡線となったノバカホフカのダム県端からの連絡線の防衛を強化するため、高速 P47 号線沿いにコンクリート製の障害物などを設置し、守りを固めている模様です。ロシア軍は増援部隊を送りつつ、川に近いラインに防衛線を構築し始めており、これは前線での戦いがロシア軍にとって有利に進んでいないことを示唆しています。ウクライナ軍には頑張っていただきたいです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。